中年オタッキーです。もうね、コテンパンに疲れておりますがなんとかね、なんとか週2本動画をということでね、作っていこうと思いますね。いやー、しかしね、ちょっと大雨がすごいですね、えらいことになっておりますが、これね、ずっと雨続くということでちょっと怖いなって感じておりますが、なんとか通行止めにならずにね、今回帰ってこれたんですけど、今淡路島でね撮影してるんですけどね。で今日はね、カメラ紹介になってまいります。これね、はい、これミノルタのね、初代ハイマチックですね。これキアリナさんからね、提供いただいたカメラになります。まあ、カメラだけじゃなくてね、いろんな食べ物とか飲み物もね、一緒に送っていただきましてね、本当に美味しくいただきまして、キアリナさん本当にありがとうございます。今回ね、その、宇宙にも行ったっていうね、このカメラ、これでね、コダックのトライ X っていうね、400のフィルム、ご存知、モノクロ、ザ・モノクロフィルムの、トライ X をね、入れて写真を撮ってきました。それでは動画スタートしてまいります。はい、このね、ミノルタのね、ハイマチック、これ初代ハイマチックになるんですけども、これ結構なセールスを記録したみたいで、その後のね、ハイマチックシリーズってなっていきますね。ハイマチック C とか僕も使ったことあるんですけどね、非常にユニークな構造のカメラが多い、みたいですね。ミノルタらしい、ちょっとね、先に進んだ感覚のね、もの、機構を取り込んでいるものが多いですね。でね、発売がね、1962年、レンズはね、ロッコール PF45mm の F2 という明るいレンズが搭載されていますね。ね、シャッター速度はバルブ、EV7.5、45分の1秒から EV17、500分の1秒までということで、重量 750g、電池はセレンコー電池ですね。ギザギザのガラスがありますけど、発売当時の価格が 18,800 円だったそうです。セレンコー電池によるプログラム EE 距離計連動式カメラ、ハイマチックシリーズの初代機種、絞りリングオート1でプログラム EE となる、括弧巻き上げ状態でないとオートリングは回らない構造になっている。オート1では絞りバネは開閉せず、シャッターバネが絞り兼用となる。これは面白いですね。オート1ではね、絞りバネは、動かないってことですね。開放になってるのかな。シャッターバネが絞り兼用となる。これ以外の絞り位置ではシャッター速度30分の1固定となり、絞り値を設定すると絞りバネが開閉する。シャッターはシチズンユニ E、レディーズボタンがボディ全面についている。1962年、アメリカ最初の人間衛星かな、これ。人工衛星フレンドシップ7号に登場した、人間衛星だな。フレンドシップ7号に登場したグレン中佐が使用したカメラとして有名になった。軽量化などのため随分改良して持ち込まれた。まあ、一応スペシャルが持ち込まれたみたいですね。人工衛星には。人間衛星か。その後発売されるハイマチック7などに付けられた7の数字は、このフレンドシップ7号から取ったと言われるというね。まあ、こういうね、エピソードが残っておりますね。このカメラね、1962年発売、昭和37年になるかな。まあ、この当時はね、もうセレンコー電池ね。まあ、太陽電池の一種なんですけども、まあ、ここでね、明るさをね、測って、つまりセレンコー電池が発電する量で、絞りやシャッタースピードをコントロールする、という構造になっております。ファインダーはね、非常に明るいですね。等倍ではないようです。0.8 倍ぐらいかな。ちょっと縮小されますが、一応ね、パララックス自動補正もついておりましてね、非常にクリアなファインダーになってますね。こんな感じです。わかりますかね。ああ、綺麗だね。綺麗。やっぱね、レンジファインダーのね、ファインダー綺麗なんですね。これだけでもレンジファインダーをね、やる価値があります。でね、まあ、レンズはね、ロッコール PF、45mm F2 ということで、この辺はね、多分ミノルタ AL、
と同じレンズになっていくと思います。で、ミノルタ AL はね、僕以前ね、まあ、紹介の動画も作っておりますけど、カラーで撮影したんですが、かなりね、色のりのいい発色でね、まあ、このレンズと同じレンズということでね、今回はだからモノクロでね、試写してきたんですけどもね、まあ、モノクロでどんな写りするのかなっていうのはもう興味もあったんですが、まあ、いろいろとね、面白い構造がね、まあ、このシャッターボタンの位置とかね、ありますけどね、そのオートの時は絞りバネが固定されるとかね、いろいろ面白い構造になっておりますね。まあ、裏側はね、特に、変わったところがないオーソドックスなものです。こちらでね、ISO 感度、まあ当時の IRSA 感度ね、ASA 感度を合わせる、ものになっております。特に変わったものはありません。まあ電池がね、使われてないんでね、電池で駆動するものは一切ございませんで、電池蓋とかもありませんね。でね、絞りをオートからね、マニュアルに変更するときに、巻き上げないと移動できないということでね、これを無理やり移動されて、壊れてる個体が多いということで注意が必要なカメラになります。で、シャッターの音がね、これね、あんま速度関係ないんですよね。ね、ほぼ同じ音なんですよ。これ昼間でも一緒なんですね。めちゃくちゃ明るくてもね、同じ感じの音でね。いや、これ、大丈夫なのかなとね。これめちゃくちゃオーバーに撮れてるんじゃないかなとね。すごいシャッター速度が遅い音に聞こえるんでね。400のフィルムで失敗したかなって随分思ったんですよね。でね、まあ、とりあえずでもね、基本的には EE でしか撮れないんで、もう全部 EE で撮っちゃえと思って、まあ、AE ですね、現在でいうところね。AE で全部撮ってきたんですけどね、これがなかなかの写りになっていました。ここからはね、一応作例を紹介していきます。このね、古めかしい、構造のハイマチック、ミノルタハイマチックで400の高感度フィルムを装填して撮ったらどうなるのかと。それでは作例を紹介してまいります。はい、作例なんですけどね、いきなりドワンダーな写真になってますが、これもね、レンズっていうか、セレン光電池に光が入ってしまったためね、完全にアンダーになったと思われるんですが、他もね、全体的にアンダーな写真が多かったです。これね、撮影時間がね、真っ昼間ということもあってね、真上から太陽が注いでるんでね、セレン光電池窓に多少光が入ってるのが多かったのかなと今思って後悔していますがね、それにしてもね、写りは秀逸ですね。もう非常にね、解像度が高い写真ばかりで、日中でね、400で撮ったということもあってね、絞りが結構入って、解像度がものすごく高いものになっています。で、フレアはね、ご存のようにね、フレアはほどほどに出ます。これね、出すぎず、なさすぎずっていう感じでね、結構いいバランスのフレアだと思います。レンズ的には非常にね、使いやすいレンズになると思いますね。でね、これは背景ボケを作る写真は今回は撮れませんでした。これね、プログラム EE ということでね、意図的にその背景ボケを作るのは非常に難しいものになっております。全体的に400のフィルムを入れるとね、このようにもうパンフォーカスな写真ばかりになってますね。400のフィルムを入れてね、パンフォーカスで撮るっていう撮り方結構ありなんじゃないかなと思いますね。まあ、上昇点マークとかはね、特にないんですが、まあ、これで上昇点どこになるかな。3メーターとか5メーターとかに距離合わせてね、400のフィルムを入れて日中にバシバシ撮ったら全部にピントがあって、まあ、被写界深度がね、非常に深い、ものになってね、パンフォーカスに近い写真がバンバン撮れるんで、これはね、スナップ向きのね、カメラになっていくと思います。ピント合わせはまあね、本来必要なんですけどもね、まあ400のフィルム入れると絞り込まれるんでね。まあ500分の1までしかないということで、おそらくは絞り11ぐらいになっていると思うんですけど、今回アンダーになってる、全体アンダーになってるんで、絞り16ぐらいまで絞られてたかもしれないですね。でね、まあそのセレン光電池ということでね、取り扱いはちょっと難しいものになります。この窓にね、光が入ってしまうと発電してしまって、シャッタースピードが速くなって絞り込まれるんで、そこはちょっと考えながらということになりますね。でね、さらに言うとね、これシャッターボタンがここにあるんでね、塞いじゃう可能性もあるんですね。これ塞いでしまうと今度はオーバーになります。
ちょっと使い方をね、工夫しなければならないカメラではあると思いますね。レンズのコンディションもね、非常に良くてね、カメラ自体のコンディションもね、ご覧のようにもうピカピカ。もうこれね、飾りにできるぐらいのレベルのね、ピカピカさなんですけどもね。こんなね、上等なね、カメラをね、寄贈いただき、もともとジャンクだから気にしないでくださいというね、コメントをいただきましたが、いや、ジャンクかなんか知らないけど、これ本当にピカピカだぞみたいな感じでね、飾りにしてもいいぐらいのレベルの、カメラです。で、宇宙にね、結構ね、ミノルタってね、宇宙に行ったカメラを作ってるんですよね。ミールとかにもね、行ってるのが、アルファ 807SI だったりとか、とかもね、宇宙に、まあ、ニコンもね、ニコン F とかをね、宇宙に送り出しておりますがね、結構ね、日本製のカメラ、こんな、アメリカの初の人間衛星からね、ミノルタのカメラを搭載していったんですね。まあ、この時代で言うとね、カメラといえばね、多分1962年ぐらいだとね、もうみんな、この当時でね、カメラって言ったらもうライカとか思い浮かべる時代だったと思うんですけど、そのなぜね、そのこのカメラをね、アメリカのね、宇宙飛行士が選択したのかはわからないですが、まあ、おそらく EE が搭載されているというあたりなんじゃないかなと、簡単に撮れるということでね。うん、で、高感度フィルムを入れたらね、やはりパンフォーカスで撮れる、簡単に撮れるんで、街角スナップとかにね、すごい向いてるカメラだとは思います。ただ、セレン光式の EE ということでね、セレン光が劣化している個体には注意が必要ですね。これね、シャッタースピードとか絞りの指標が全くないので、現在のね、絞りとかシャッタースピードのね、知る良しがないんですね。で、このカメラを購入するときの、まあ、ポイントとしては、やはりその、蓋を開けてね、この裏蓋を開けまして、まあ、シャッタースピードは当然 EE に設定しておいてね。で、明るいところを見てね、シャッターを切って、暗いところを見てね、シャッターを切ってね、ちゃんと絞りがね、変化しているか。これちょっと難しいんですけどね、シャッター速度と噛んでるんで、まあ、絞りはね、ミノルタのね、なんだっけ、ユニオマット2とかもそうなんですけどね、絞りをね、一定にね、する、傾向があります。同じぐらいの絞りでね、だいたい F5.6 ぐらいでね、暗いところはね、頑張る傾向があってね、シャッター速度を遅くしてね、合わせたりするというね、傾向があるんで、ちょっと難しくはなるんですけどもね、EE がちゃんと動いてるかね、チェックして、購入するのがおすすめになりますね。このね、もう50年以上、まあ、もう58年ぐらい前のカメラになるのか、60年近く前のものになるんで、まあ、セレン光電池死んでて当たり前と思っても過言じゃないと思います。ただね、その、オートから外してね、シャッター速度30分の1で使うという手もあります。30分の1だとね、ちょっと400のフィルムはしんどくなってくるんですが、カラーネガならまあなんとかなるかな。一番絞り込んで撮ればね、これ絞りが最小絞りで、マニュアルはいくつだったかな。最小で16か。16で30分の1ということは、60の11。125の8か、100のフィルムでも1段オーバー、400のフィルムだと3段オーバーになってしまうんだけど、まあ3段オーバーだったらギリギリ A が出るレベルなんでね、カラーネガだとね、まあセレン光電池が死んでても、まあそちらで撮ればなんとかなるかなというカメラになりますかね。はい、今日のね、カメラ紹介こんな感じになります。本当にね、カメラ提供いただいたキアリノさん本当にありがとうございます。ここからはね、作品投稿、視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。作品投稿のコーナー、今日もなんとか5名の、作品を紹介することができます。これで、毎回毎回ね、投稿のストックを使い切ってる状態になってるんでね、投稿のね、ネタをお持ちの方はぜひぜひ投稿くださいませ。で、トップバッターは1とし9さんですね。から2枚、タイトル1枚目がね、日時計。2枚目が加速装置っていうことですね。カメラはニコン FM3A AIS50mmF1.4、ケントメアパン100で撮られております。で、作品なんですけどもね、日時計、これね、結構いいディテールが出ておりますね。
歩みの2016年3月26日、変わった形状の日時計ですけどね。まあ、解像度が非常に高くて、結構絞ってあるのかな、ほとんどパンフォーカスになってます。で、2枚目なんですが、加速装置っていうのはもうね、サイボーグ009で、まあ加速装置ってね、言うたらわかりますが、これね、電車にね、サイボーグ009のイラストが書いてある、電車になるんですね。2枚ともね、非常に柔らかい調子でね、結構クロート好みする、調子で仕上がっておりますね。ケントメアはね、ちょっと柔らかい調子で仕上がるということで味が出てるんだと思います。はい、一都市球さんありがとうございます。次は小寺さんの作品で、2枚ですね。中年おたけさんはいつも YouTube 楽しんでます。2枚の写真投稿をお願いします。よろしくお願いしますですね。題名はね、川船流し、倉敷美観地区で、300ミリ望遠で撮影した、2枚目が、カメラですね。カメラ、OM1、オリンパス OM1、レンズ F 随行、オート T、F4.5、300mmF4.5、フィルムがコダックカラープラスになってますね。1枚目は今橋から中橋を、2枚目は中橋から今橋を狙いました。前から、こう、交互に狙った感じになりますね。で、作品なんですけどもね、これね、まあ、構図的にはちょっと中途半端ですが、非常に良い写真になっておりますね。水がね、その、ものすごくね、1枚目反射して、船頭さんがね、しっかり、目立っておりますけどもね、2枚目もそうですがね、ちょっと2枚目も構図がちょっと中途半端ではありますが、非常に美しい写真。これカラープラスの色がよく出てる写真になりますね。うん。でね、特に1枚目なんですけどね、僕だったらもうちょっとトリミングしてこんな感じにするかな。ピント合うかな。こんな感じが美味しいかなと思うけどね。ほんのちょっぴりね、トリミングしただけでかなりいい感じになりますが、ちょっとね、このトリミング、僕がトリミングした写真は出来すぎた写真になってるかもしれない。平凡かもしれないな。ちょっと難しいところですが、小寺さんありがとうございます。次は侍ジャパンさんから2枚ですね。いやー、暑い夏ですね。ということで、北海道で 36.2 度は尋常じゃなかったです。ほんと、北海道ってね、エアコンがない家とかも結構あるんで、やばかったんじゃないかなと思いますね。トリップ35でのよく行くダム湖での撮影。ダム湖の夏。フィルムは富士、ネガカラー400。2枚目はミラーレス、ペンタックス K01 で、花チェンジ5ということですね。いつもの神社の花手水、毎度花屋さんのセンスが光ってます。コロナ禍の、なんか目を楽しませてくれるありがたい神社ということですね。レンズはスーパータクマ 35mmF3.5 クローズアップレンズ仕様ということですね。で、作品なんですけども、これがなかなかいい色調でね、撮られておりまして、ね、なんか懐かしい感じの風景、ダム湖にね、かかる赤い橋、トラス橋のね、水も非常に澄んでいて綺麗なダム湖ですね、これね。2枚目なんですけどもね、相変わらずの花手水なんですが、今回のはね、非常に好感が持てるのがね、黄色い花がね、並んでるんですけど、そちらにドンピシャにピントが合ってるんですね。で、手前ボケに、後ろの玉ボケということで、非常にバランスが良い写真になっております。こちらね、次の、回からね、ちょっとタイトル画面にさせていただこうと思います。侍ジャパンさん投稿ありがとうございます。次はね、ファーストインパクトペプさんからですね。いつも参考になる情報を聞かせていただいて感謝しております。ファーストインパクトペプです。先日初めて自家現像に挑戦したので作品投稿します。作品名は、初めての自家現像です。3枚組写真になりますね。1枚目、2枚目、カメラは富士フィルムクラッセ。フィルムはストリートパン400。現像はラブボックス。現像液は1億で現像できるモノバスで行いました。これが初めての自家現像です。現像後、ペーパータオルで水分を拭き取った時に少し剥げてしまったりでやばいと思ったんですが問題ありませんでした。ストリートパンのハイコントラストが出ているように思います。ちなみに2枚目は自分。50過ぎのおっさんです。3枚目はカラーネガの自家現像です。カメラは京セラサムライゼット、フィルムはコダックウルトラマックス400だったのですが、盛大に失敗しました。原因はフィルムを強く巻き取りすぎて、現像液が回らなかった、ものだと思われます。ほぼ全滅でした。ラブボックスは暗室いらずで便利なんですが、フィルム巻き取り方にコツがあって少し難しいです。今後は普通の現像タンクを使おうと思っていますということで作品なんですけどね。これちょっと面白いのがね、
ちょっと周辺原稿っぽく手前が見えるんですね。これは現像の調子かなんかだと思いますが、逆にこれが面白い効果を生み出しているように思いますね。2枚目は自分ということで、これセルフタイマーで撮ったのかな、セルフタイマーで撮ったんでしょうね、おそらくね。光的には面白い感じで、ちょっとね、アンダーになってるんですけど、それがまた面白い味を生み出しております。3枚目の方はね、これね、明らかに現像液が回ってないんですね。これはね、実はね、普通のタンクでもよくあります。巻き取りに失敗するとこんな感じに仕上がってしまいますが、まあ、僕はカラー現像をね、自家現像でやってないんでわからないんですけど、普通のタンクでやるんだったら、ステンレスタンクになるんじゃないかね。気温管理をしなきゃいけないんでね。ちょっと難しいところですね、C41 現像はね。はい、ファーストペン、インパクトペプさん、ありがとうございます。次がね、1,2,3,4,5 名だから、これ最後、まさくまさんですね。おたきさん、いつも YouTube 楽しく拝見させていただいております。まさくまです。よろしくお願いします。2回目の投稿になります。先日、奈良県の藤原京跡の蓮池に行った時の写真です。1枚目、2枚目ともにカメラはハッセルブラッド 500cm、レンズは S プラナ 120mmF5.6。フィルムはベルビア50です。1枚目は少し補正を入れています。題名朝日に透けて、2枚目がね、いけし、いにしえの力ですね。よろしくお願いしますということですね。でね、写真なんですけど、これ素晴らしいですね。なかなか。こちらもね、ちょっとタイトル画面には迷ったんですけどもね、ほんのちょっと甘いんですね。これね、どこにピントが来てるんだろうな。ちょっと後ろピンになるのかな。ちょっと難しいんですが、中盤カメラとしてはほんのり甘い、感じになりますね。で、2枚目の方なんですけど、2枚目後ろのね、ハス、の、鼻の方にピントが来てるんですけどね、こちらもね、非常に良い色になってます。これ、ベルビアのね、50でね、これ結構暗い時間になると思うんですけど、長時間録音だったのかな、夕方ぐらいになる、のかな、ちょっとわからないんですけどね、なかなかね、チャレンジングな作品で見事に成功しております。なかなかの腕だと思いますね。はい、で、今日の、まさかまさん、どうぞ、ありがとうございました。今日のね、作品投稿のコーナーはここまで。ここでね、投稿を使い切っておりますので、また作品投稿ね、どしどしお願いします。ここからはね、俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラへの、投稿、今回はランクルももちゃさんの俺のカメラですね。いつも楽しく拝見しております。ランクルももちゃです。F3 入手おめでとうございます。今回、おたきさんが F3 を手に入れたということで、F3 好きな私もいても立ってもいられなくなり投稿します。題して、80年フラッグシップ対決。私的には一番ワクワクしていた時代で、この頃のカメラスペックオタクにしてみれば、この頃のカメラスペックをオタクにしてみれば狂気乱舞な日々を送っていました。その時に散々悩んで購入したのが LX。 今でも手元にありますよ。これからも楽しいカメラのお話期待していますということですけどね。これはすごい組み合わせですね。ペンタックス LX、 キャノンニュー F1 AE ファインダーで、ニコン F3 と、いやー、どれもレンズは 50mm の 1.4、キャノンのレンズはニュー FD ですね。いや、なかなかの写真ですね、これね。うん。というわけで、俺のカメラのコーナーのこれタイトル画面にさせていただこうと思います。これは見事な揃い踏み。フラッグシップカメラね、僕は LX 持ってないんですけど、触ったことはあるんですけどね。LX チャンスがあればぜひぜひ入手したいところですが、まあなかなかね、値段がね、これにね、ミノルタの X1 も加えたいです。ちょっと贅沢か。そんなわけでね、今日の俺のカメラのコーナーはここまで。ここからはやったやっちまったのコーナーになってまいります。はい、やったーやっちまったコーナー。今回はね、夢旅人さんのやったーですね。お疲れ様です。やったーコーナーへ投稿です。1年ほど前に紹介されていたコンタックス RTS。自分も所有して撮影してみたいと思い、ワンダーレックスやハードオフなど時間のある時に探していました。ヤフオクは競り負けていました。
ということですね。見つけました。コンタックス 167MT、本体3000円。レンズ、タムロン80、210、1100円、通電 OK と書いてあったので、再度確認してもらいました。想像以上に安く入手できました。裏蓋を開けるとさらにびっくり、想像以上に綺麗というより使用した形跡がほとんどない。欲しいと思っていたカメラを見つけると嬉しい限りです。ということですね。いや、これね、コンタクトの 167MT ということでね、RTS に比べれば若干普及モデルになるんですけどもね、十分な能力を持っているカメラだと思いますね。レンズはね、タムロンのね、80-210 ということですが、これアダプトール2が付いておるんでね、標準レンズをね、マウントがね、違うやつが付いてるやつを買って、それを移植するという手もありますしね、アダプトール2はなかなかね、いろいろ使えると思いますね。コンタックスね、167MT、お見事の入手ということで、ちゃんと動く、結構ね、そのトラブルが出てる個体が多いんでね、ちゃんと動くだけでもメッケモンだと思います。はい、夢旅人さんありがとうございます。ここからはね、教えてオタッキーさんのコーナーになってまいります。はい、教えてオタッキーさんのコーナー、今日はね、デラウマさんの教えてオタッキー、もう一つあるんですってことですね、カメラの設定でプログラムってなんですか。わからないところには立ち寄らないとして何十年も過ぎてしまいました。動画で紹介なら、この疑問を教えてちょうだいオタッキーさんですけどですね、プログラムですね、まあプログラムっていうのは要はね、カメラがプログラムされた露出で撮るっていうことなんですけど、プログラムのねアルゴリズムはまあメーカーによりけりなんですが、だいたい一直線なものが多いんですね。シャッター速度も、絞りもね、明るさに合わせてずっと上がっていくと。まあ、例えば、50mm の F1.4 のレンズを搭載して、プログラムモードにすると、まあ、暗い時はね、30分の1の F1.4、ちょっと明るくなったら60分の1の F2.8 とかね、まあ、そんな感じでギャーってね、直線的に上がっていくアルゴリズムが多いですが、中にはね、ミノルタみたいにね、立ち上がりはまず絞りを、抑えてシャッタースピードが立ち上がるとか、要は背景ボケ重視とかね、そういうね、プログラムも存在することは存在しますが、一般的なのはもう一直線にね、シャッタースピードも絞りも、数字が上がっていくものが多いです。でもモードダイヤル、だいたい最近のカメラで言うとモードダイヤルになるんですが、まあ、これはね、EOS KISS Digital X ですけどね、ここにね、P というマークがプログラムになりますね。プログラムとね、キャノンの場合ですけど、プログラムと全自動モードは違うんですね。ちょっと電源入れまして。よいしょ。プログラムで撮りますね。ん？なんだ？オートフォーカスが。よ、はい、これがプログラムなんですね。で、全自動モードはどうなるかっていうと、はい、フラッシュが光りました。ここが違うところなんですね。プログラムはね、フラッシュは基本的には焚かない仕様になってるんですね。で、プログラムにもう一度戻しまして、フラッシュを焚きたかったらフラッシュ上げとけやって話なんですね。こんな感じなんですね。これが面白いところでね。まあ、プログラムだけだとフラッシュは焚かないぞ、みたいな。で、結構よくあるのがね、EOS の初期のもの。まあ、EOS 650からね、EOS 1N ぐらいまでかな。EOS 5とか。この辺はね、プログラムにしないとストロボオートが使えないんです。絞り優先オートとかシャッター優先オートでは、確かストロボオートが使えないとか、まあいろいろあります。プログラムの使い方はね、メーカーによってそれぞれなんで、まあここはお調べいただくしかないです。全部言い出したらものすごい猛烈な時間がかかると思うし、僕も全部把握はしてないんですよね。例えばニコンのプログラムのね、フラッシュオートとかは知らないんですよね。そんなわけで、ちょっとここはね、カメラメーカー、それぞれにちょっと掘り下げて調べる
必要があると思います。まあ簡単に一言でプログラムって言ったら、まあ全部自動でやってくれるよと、フラッシュ以外はね、そんな感じなんだと思いますが、答えになってるかなこれね、そんなわけでね、教えておたきさんのコーナーここで終わり、今日の動画はここで終わりになります。非常にね天気がねここのとこ悪くってね、実はね写真が全然撮り上がってないんですね。ここに来てね繁忙期と悪天候のダブルパンチでネタがなくなってしまいました。そんなわけで来週どうしようかなって、フィルムが入ってるカメラは大量にあるんですがね、全然取り上がってなくて、来週の動画ちょっとね、微妙な動画になっていくかもしれませんが、まあそれはまだ来週になってからということでね、今日の動画はここまでになります。コメント、高評価、どしどしお願いします。特にね、コメントちょっとね、返信がね、遅れておりますね。ちょっと、ワクチン休暇になっていきますんで、そこで集中的に返そうと思ってますので、もうしばらくお待ちください。ほんと繁忙期でフラフラなってるんでね。で、まあ、高評価のボタンをね、もうポチッと押すだけなんで、ぜひぜひお願いします。で、チャンネル登録なんですけどね、じりじりとペースは戻ってきておりますが、まだまだ鈍い感じなんですけど、5000名に向かってね、頑張っておりますので、またチャンネル登録の方よろしくお願いします。はい、今日の動画はここまで。また次の動画でお会いいたしましょう。ちょっとね、雨が降ってますんで、写真は撮りにくくなってるとは思いますが、皆さん頑張って写真撮りましょう。それではまた皆さん、ごきげんよう。さようなら。